今日は4月21日の今、やぶさめが終わった後、ダムカツラの通知し、撮影を落としています。2日前よりもさらに、咲いてきました。あ、これがサツキだな。ほとんどサツキだよ。これもう全部サツキですか。大きいからね。大きいですね。ツツジとさ、サツキと2つあるんだけど、これはほとんどサツキだ。ツツジの方が小さいんだ。これね、これはあの 桜の木の間にね、サツキが全部植えてんだけど、桜が終わるとサツキになる。綺麗だよね。特にこの白のがね、綺麗ですよ。これが純白のさ、僕純白のね、これが本当に綺麗だな。ね、若いのもいいけど、まあ、このピンクのもいいけどね。大体それで、1分から1分半でいいんだよ、こんなね。そうですね、ここは。はい、だからもう、毎日ね、同じ、場所を移して